皆様こんにちは、ゆりこタイガーです。今日はコスプレしてるんだけど、何のキャラクターがわかりますか？そう、オーバーロードのアルバイトですわ。オーバーロードさんを見ろ。今日はね、オーバーロードとこの椅子を紹介したいと思います。皆さんこんにちは、ゆりこタイガーです。今日はね、特別なコスプレで、今日はね、コスプレしてままオーバーロードのゲームを遊びたいと思いますので、すごく楽しみです。今日はね、もらった衣装はね、結構こんな細かい、すっごく細かくて、キャラクターに似てる。今日のキャラクターはね、アルベートというなんですけど、彼女はね、悪魔なので、この2のがね、思ってるよりね、すごく柔らかい感じしてます。で、メイコが、彼女、ちょっとセクシーで、いい意味でビッチな感じするから、結構ね、表現もちょっと濃いメイクして、で、リップが大人っぽくにしました。で、こっちはね、こっちがつけるのために、15分ぐらいかかってしまった。全然わからなくて。でもね、これがね、ドレスに見えるんだけど、ですが、実はね、2ピースですよ。ここは出てます。一生ポイントはこれでしょ。すげえセクシーに見える。キュー大丈夫、パンツが入ってますよ。パンツがちょっと入ってます。よし、では今からゲームをやっていきたいと思います。ゲームやっていくね。お、来た来たー、マッチフォークです。はい、来ます。オーバーロードのアニメ見たんですけど、ゲームまでするって思ってなくて超嬉しい。で、マッシブモルティプライヤーオンラインロープレイゲーミング。すげえ、なんか英語でも書いてた。はい。中でも2016年、あ、なんか、ユーゴとラーシル、ね。それから12年、誰も、ログイン、ログアウトもしたなくて、ね、寂しい。あれ、何これ。いや、気持ち悪い。いやー、ほんと優しいですね、ももがさん。あ、ももがさん、ネタがわー、素敵。おうほう。やばそうですね。うわー。これ悲しいやな。ゆっくり休んで、本当にすいません。いえいえ。うんうん。お、消えた。お、ヘロヘロさんがログアウトしました。ねえ、今日はユーグトラシル。全然言えない。ユーゴトラシルのサビスの最後の日ね。もう寂しいよね、ももが様。はーってな感じする。そうだよね、みんな。言っちゃったもん。わ、4時に起きか。早い起きだね。あれ？カウンターの音が聞こえる。なんだろう。最後だし、そうですね。あれ？僕が一人が寂しいよね。本当、もう付き合ってあげたい。もうすぐ付き合ってあげるけど、楽しかったね。うわー、もうゲームの中でもね、もうこのセリフを読むことがもう心がつらい。はずだったけど、あれ、これはうわー、なんだ、なんかすげえな、爆破あったみたい。もう全部ボロボロになったよ。あれ、この曲がかっこいいすぎる。この記憶。私がいる。あ、素敵。全部のキャラから出てくる。いいね、すごい。新キャラさん、わあ、これ楽しみじゃん。もうアニメを見てるような感じする。トゥン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 。わー、最高。オープニングは最高。Who wonder how many user creators there here? そう、ログアウトしてないしさ、なんだよってな感じするですよね。なんで最後の日が。何が起こってるんだろうね。わかんない。魔法の使用に。わあ、声も出てる、すごい。おお、プレイヤーネーム、じゃあゆりこたいがにします。ゆりこたいが。よし、新しいプレイヤーです。ゆりこたいが。よっしゃ。ゆりこたいがと申します。おい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 。そうなればかわいい子さん出てきた。私はモモンガ様は私のものだけですよ。装備品まで付属しているとは。うん。私を復活させてくださったのですね。え、めっちゃ可愛いこのキャラって何？めっちゃ可愛い。そうだね。金髪可愛いもん。重ねてお詫び申し上げます。すごく敬語使ってるよね。ゆりこたいが。はい。私と同じくヘロヘロ様に。私と同じく。役職は確かでもアルベトのコスプレしてるからなんかね不思議な感じする。すごく綺麗な声してるよね。なればよし、じゃあみんな起きてる。かわいい、おかわいい二人のキャラ出てきたもん。え、かわいい、人のために。え、なんのなんかメイドアーな感じするんだけどすごく強そう。NPC はね、何がいいんですよね。プレアイですことが分かった。うん、私は出てきたわ。モモンガ様。モモンガ様。私は。私が。一体。そうで。やばい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 、楽しい。やばい、嬉しすぎる。一緒にいるんだ。やっと出てきたんだ。神聖にして犯すべからざる玉座の間に賊の侵入を許すとは。すべては守護者統括たるこの私の責任です。待て、待つのだ。落ち着け。承知いたしました。モモンガ様、この命に変えましても御身の前に引きずり出し、私たちにお前たちは我が盟友の子。お前たちが死ぬところなど私は見たくはない。私絶対死なないです。御方のご好意、至高の41人の中であなたはホムンクルス。人間とそれほど変わらぬ力しか持たないはず。え、そんなことない。もっと強くなれるよ、アルベタちゃん。いや、私はいろんなことできるだよ。無理じゃないよ。ゾンビ私のために働いてみるか。おお、モモンガ様のために働くぞ。楽しみ。今からキャラとガチャしたいと思います。ここはね、やっぱりみんな来ると思うんじゃないですか。好きなキャラとね、出てきたら超ハッピーになるじゃん。いいキャラって出てきたらいいな。よし、行きます。おお、5ラッキーキャラクター。このキャラクター出たらすごくすごいということですよね。モモンガ様、素敵。はい、ではやりたいと思います。せーの。ちょっといや緊張になってきたんだ。インボカションサメンエレンツ。よっしゃ。ではでは。わあ。スクロールもらった。誰だよこれ。ちょっと、ゾンビだよ。え、なんか可愛くないな。なんか何がまだ出てきた。こうつなんとかやな。あ、なりたい衣装可愛い。めっちゃ出てくるね。なんだハンター出てきた気がする今。この俺に任せときなって。誰もしてないよ。おー、めっちゃ出てくるね。かわいいお姉さん。グリーンクロー族族長シャースー流シャシャ。いやー、ちょっとなー。もうちょっとね。え、この声は？マーレ出てきた。可愛いの2人のエルフのマレちゃん、女の子の方ですね。お、彼女がすごくいいと思います。マーレベロフィオレはイタリア語で言ってた。モモンガとかアルベートが惜しかったなんですけど、まあ悪くない。1回だったらね、それぐらいねもらえたらまだラッキーだったと思います。まだ寿命が残ってるので違うガチなんですけど、もう1回やってみたいと思います。まだモモンがね、ゲロのチャンスがあるから諦めない。よいしょ、行きまーす。タッチ。なに優しい。おー、まあ、すっごく高いキャラクターではないけどかっこいいな。ワンパイアライトビ、まあ私的にはデザイン好き。ブレインかな。スクロールもらった。お、パワーアップ、イエイ。何それ。あ、面白いキャラクター出てきた。いつものリスト。私は漆黒の剣のリーダー。まだ3個だな。お、陽光聖天隊長2軍グリッドルーイン。まだ3個。またアムスターが出てきた。ふむ。まあ悪くない。とりあえずね、マレちゃん、フィルマレちゃんね出てきたので嬉しいです。次はね、アルベットちゃんが出てきたら嬉しいやな。イエイ。いや、私はね出てきてるのキャラクターはマレちゃんとかしおんちゃんね、勝てるのかな。はい、2番です。すぐに準備します。すぐに準備してます。かわいい。てれちゃん、まれちゃんの声がかわいい。よし、始めます。出てきた、オリアス。よし、私の素敵なチームと行きたいと思います。戦う。これで。守る。オーケー。行きます。いけた。わー、人気ギア出てきたんだ。よし、あ、これの方が強そうですね。仕方ない。えい、わー、倒した。もう一匹。あ、よし、倒れました。終わりです。イエーイ、クエストクリア。わー、すごい。レプルアップ。やったー。お、いい宝物をたくさんもらったね。いいね。はい、おー、最高のチームだった。では皆さんいかがでしょうか。思ったよりすごく面白くて早まっちゃうんですね。もう自分のチームを作って出てきたのキャラクターを選んで、あとはどんな雰囲気が戦うのは全部違うから、ね、もっと強くにならないと倒せないからね。で、それでは以上です。ありがとうございました。